熱機関概念機関、バキュームエンジンバキュームエンジンのアニメーションフレーム、リッカーエンジンの写真バキュームエンジンは、19世紀に幾多の熱機関が爆ッする中で開発された外年、機関の一種、シリンダーヘッドに開閉する旧廃気口を持つ。吸気工程で旧廃気口の前に設置されたトーチや、バーアナ等の熱源から燃焼ガス等の熱気を、シリンダ内に取り入れ、 ピストンが貸し点付近に来た時に旧排気口を閉塞し、熱気の冷却時の減圧によって、ピストンがクランク側から大気圧によって押されて回転力を得る。その後熱気が圧縮される前に旧排気口を開き、完成力により動くピストンで押し出して排気する。そして再び吸気工程へ戻る。ドイツ語でフラメンフレッサーとは、火を喰らうものという意味で、作動時に、 シリンダーの旧排気口から火を吸い込む様はまさに言い得ている。電気モーター、ガソリンエンジン等に比して実用性に乏しく、現在ではおもちゃや模型の動力源、あるいはこのエンジンそのものをおもちゃとして楽しむために用いられ、軽井沢ワールドトイミュージアム等においてその名残を見ることができる。また、トーマス製バリの蒸気の凝縮を利用した水装置もバキュームエンジン、 真空機関と呼ばれる。ありがとうございます。